サーソー子爵区科のソサージョン・シンクレア・サーソー子爵区は、イギリスの子爵区、貴族、連合王国貴族。本校では、前身となった、順団尺位についても触れる。第3代サーソー子爵区ジョン・アーチー・ボルド・シンクレア1999年の貴族院改革以降も、世襲貴族として、貴族院に在籍。サーソー城、サーソー子爵家の居城。現在は、ほとんどが廃墟だが、 一部は、現在も、シンクレア家の邸宅となっている。農学や財政論の著述家さ、ジョン・シンクレアは、1786年に順断尺に、助された。二代順断尺ジョージは大陸オールローの後、父同様に分泌業を制御として、多数の著作を残したほか、マーシャルカレッジ学長を務めた。三代順断尺ジョンは1861年に、 ケースネス州副党官を務めている。その息子である四代順団尺アーチボルドは自由党党首や幹事長を歴任した有力政治家であったが、持病に見舞われた1952年にケースネス州ウルブスターにおけるサーソー支尺の助爵を受けて貴族院に席を移した。その孫にあたる三代子爵ジョンは1999年の貴族院奉仕校に伴って、 議席を喪失したものの、2001年に、庶民委員議員に立候補して当選したため、彼は、史上初の尺位一大放棄をせず庶民委員議員となった、世襲貴族となった。その後、2015年総選挙により失職したが、翌年に第4代エイブベリー男爵エリック・ラボックが死去したため、5選を経て、再度貴族委員議員となり、現在に至っている。一族の邸宅は、 ケースネス地方にあるサーソ僧城やハートフォードシャー州、チャンプニーズ近郊のオーカードコテージがある。現当主である第3代サーソ僧施ジョンアーチーボルド・シンクレアは以下の爵位を有している。法廷推定相続人は現当主の息子であるジェームズ・アレクサンダー・ロビン・シンクレア。現代のアバディーン大学はオールド・アバディーンのキングス・カレッジと 1593年にニューアバディーンに創立されたマーシャルカレッジの統合により1860年に形成された。ありがとうございます。